こんにちは。11月19日水曜日午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの石田がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。18日のニューヨーク市場は前日に続き不安定なアメリカ株価に連動してドル円クロス円が上下する展開となりました。株価は朝方堅調に推移した後、アメリカ11月住宅市場指数の大幅な悪化を嫌気して下落に転じましたが、引けにかけて再び上昇に転じる展開となりました。ドル円は朝方の堅調な株価につれて買い戻しが優勢となり、97円42銭と高値を次元しましたが、その後はアメリカ11月住宅建設業者指数の悪化を嫌気した株価の下落につれ96円33銭まで反落、97円ちょうどで引けました。クロス円は株価の上昇時に高値を更新し、ユーロ円は123円58銭、ポンド円は146円55銭まで上昇しました。その後は株価の下落につれてユーロ円が121円71銭、ポンド円が143円62銭と安値を更新する展開となりましたが、引けにかけて株価が上昇したためユーロ円が122円74銭、ポンド円は145円53銭まで持ち直しました。ユーロドルも株価につれた値動きとなり、ユーロ円につれて 1.2701 ドルへ上昇後 1.2566 ドルまで反落し、1.2622 ドルで引けました。ポンドドルも 1.5055 ドルまで上昇した後は 1.4900 ドルまで下落し 1.4959 ドルで引けました。東京市場全場は日経平均株価の軟調な値動きを受け、ドル円クロス円が売られる展開となりました。ドル円はオセアニアでの売りが先行する流れを受け96円45銭まで下落し、下値を探る展開となりました。ユーロ円もドル円につれた動きとなり121円72銭まで下落しました。ポンド円は一時143円88銭まで下落しましたが、144円55銭まで反発しました。ユーロドルはクロス円につれて売りが先行し 1.2612 ドルまで下落しましたが、狭い範囲での値動きとなり 1.26 ドル台前半でのもみ合いとなりました。ポンドドルは一時 1.4903 ドルまで下落、その後は 1.49 ドル台半ばでの横ばいの推移となりました。続いて東京の午後に予定されている経済指標をご覧ください。相場の流れに方向感がなく株価の値動きに連動する展開が続いていますが、世界経済の減速と景気後退が長引くことへの懸念から、当面のリスク回避の動きのドル買い円買いの基調に変わりがないようです。以上、午後の FX フラッシュを終わります。なお今日はこの後の PM テクニカル分析はお休みとさせていただきます。次の番組は夜7時30分からの夜の FX フラッシュです。